はい、行きまーす。はい、えー、お便レコード、洋介会員でございます。はい、っていうことでですね、えー、今日はズームインタビューという風うで、はい、えー、ゲストをお招きしております。はい、映画監督の、えー、リリー、リリー・リナエさんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はじめまして。ありがとうございます。いや、っていうかさ、もう、はい。マジで知り合ったばっかりで、はい。<laughs> もうなんか、 お互いが何者なのかよくわかんないみたいな。猛烈なレプッシュがあってね <laughs>。<laughs> そ,そうそうそう。あのー、ある方に紹介していただいたんですけど、まあその方のご紹介だったら、もう、あのー、間違いない。まあ僕の大恩人の方に紹介していただいたので、あの、間違いないご紹介だろうと思って、あのー、連絡をして、で、ズームを、よかったらこれで番組やりませんかみたいな話をして、 <で>ちょっとそう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 ,そう <laughs> <laughs> まあでもやっぱりちょっと話させてもらったらすごいいい方だったんで <laughs> 安心しました。と <laughs>、はい、いうことでえっ、ー、と多分、えー、見てる人はもう本当に何が何だか分からないと思うんで、はい、あのリリーさん、あのー、まずですねもう結論からですね、あのー、話していきたいなと。うん ういうふうに思うんでちょっとうちの方でブログを書いたんで、はい、ちょっと一緒にご覧いただいて、解説して、はい、い,いただきたいというふうに思います。はい、ということでこれ、こちら、おたいレコードのブログになります。周りが黄色だから合いますね、この映画のデザインと。あなるほど。いいね、偶然にも、間違いない。あそうそう本当だあ。めっちゃいいじゃん。さすがですね。もう色の感性がやっぱり違いますね感覚は はい。ということで、えー、リリーさんが映画を作られてですね、まずちょっとあの、概要から申し上げますけど、映画を作られました。はい。それが太陽と踊らせてという映画になりますね。えー、こちらにありますね。え、監督リリー・リナエさんということで、まあ、これがどういう映画だ、なのかっていうのも、まあ、また後で伺っていきたいんだが、 そちらのですね、えー、主人公というか、ピックアップ、えー、されている、えー、ジョン・サ・トリンサ、えー、DJ の方なんですけど、イビザの方ですね。はい。が、えー、来日するんですかリリーさん。そうなんです。もうおー。9月すげえすげえ。はい。今ね、<っ>コロナになってからなかなか海外からの方の日本ツアーってないんですけれども、うんうん、もうジョンさんが先来ちゃう。はい。 マジっす、え、これ、あ、もうすぐじゃん。そうなんです。もう本当すぐで、私ももう楽しみでしょうがないっていう。すごい、え、九月、めっちゃ回りますね。<laughs> しかも <laughs>。そうそう、浅草、ま東京ね、で、宮の仙台行って、はい、それで沖縄行って、京都行って、はい、神奈川行って。激し、はい。そう、しかもね、<laughs> あれ、これって放送っていつですか。 これは放送はいやまあ8月まあ3日後ぐらいまあ今日に8月21なんで3日以内には公開されます。ちょうど出てますで、ね、8月23にねリリースされるんですけどね追加公演決まったんですよ。おおあうそうなんですかあもう行っちゃっていいですよじゃあそれ。しかもそれがアタの、うん、なんか3日間ぐらい行われる<あ>音楽パーティーで。おはいなんか石野卓球さんも出るみたいで。やばいっすね。さんが出るんですよ。<laughs> すごいことになってますねそ。それなんか8月23日に発表するみたいなんで。なる,なるほど、なるほど。えっと、リーさん、えっと、熱海は何日になるんですか ?9 月のえっと、ね。9月の20、イベント自体が23、うん、24、25で、ジョンは今んところ24になってます。なるほど。ただまだ変わるかもって言ってました。な,はい、なんか DJ がまだいろいろブッキング中で、あの3日間やるパーティーなんで。すごーい。へえ、そうなんだ。 はい。ということで、まあ、ここの18の下にですね、あの、できるかもしれないので、はいえー、そちらは、あの、公式サイトとかでか、そうですね。出るかな情報は。はい。えー、なので、まあ、また、あの、コメントの概要欄をチェックしていただければなというふうに思います。えー、現在、決まっているのが1、2、3、4、5、6、7ですね。 で、追加があると8みたいな。8箇所。<laughs> 激しいちょっ。あとね、もう1箇所都内でね、シークレットで入ると思う。マジじゃあ9箇所じゃんそ。それはね、あの、皆さんすごい行きやすい、あの、都内の場所なんです。まあでもシークレットだからね。こできてもらったらみたいな。なるほど。情報ひキャッチできた人は、そちらもチェックしていただければなと思います。はい、はい。そしてですね、それの来日に合わせてなのかな 『太陽と踊らせて』がですねアンコール上映がされるということですね。そうなんです、この映画はもともと去年の7月から公開されてインディペンデント映画なんですけどすごいロングランでね、冬までやってたんですよね。うん、すごいこれって思いっきり夏の映画なんですけど、冬なんかみんなコート着ながら見てたっていう <laughs> <時も S 1> すごいね <laughs> それで今回は代、い、官山のシアターギルドってとここれ去年も流したんですけど朝、うん、来るなら手前でもう一回流そうよってなって最高っすねはいそうなんですでこの映画館また面白くてヘッドホンつけて見るタイプの映画館なんですよなるほどなるほど新しいね、はい、すごい新しいシステムですけで、私も最初はちょっとえって思ったんですよなんか寂しいみんなヘッドホンして,て,てそれがあの音,音すごいです なるほど。いい、いいヘッドホンでやってるんですけど。すごいいいヘッドホンです。うん。これもうちょっと若干調整できて。ああ、めっちゃいいですね。人に合わせてね。そうそうそう。へえ。面白かったんですね。で、バーテンダーさんもいて、お酒も変えて、はい。ほんと新しいタイプのシアターって感じです。なるほど、なるほど。代官山にあるわけですね。そう、代官山駅からすぐなんで、これはね、 はい。もう来てほしいですね、皆さんに。やっぱ本人が来る前に見ると感動もひとしおじゃないですか。間違いないですね。うん、はい。ということで、えー、8月27日から9月1日まで、はいえー、東京大会山シアターギルドでやりますので、えー、もう絶対見てくださいもうこれ。そう。はい、絶対見た方が、はい、<の>絶対見た方がいい。楽しめると思います。はい。という、えー、まあ、伝えたいこととしては、 この日本がメインになるわけなんですが、えーはい、日本ツアーのですね、開催概要に関してはですね、ブログの下の方に書いてあります。バーっと書いてあります。はい。まあ、詳しくはですね、えー、リリーさんの、えー、ホームページがあるのかなとか、まあ、SNS とかでチェックしていただければなと思いますね。すね、はい、はい。じゃあ、リリーさんすいません。いろいろ伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。 インタビューって多分映画監督やられてるから、結構何本か多分こう世に出てるとは思うんですけど、はいあの、何回も多分一緒のこと聞かれてもう嫌だってなるかもしれないですけど。あ、全然全然。100回でも1000回でも大丈夫。あの、おたいレコードの YouTube なんですね、これ。なんで、おたれこ TV っていうんですけど、はい。まあ大体今登録者3万2000人ぐらいいるのかなまあみたいな感じ。まあいや、あの、そんな、 あのユーチューバーの何百万とかっていうふうではないんだけどこれを見てる人はほとんど DJ 好きなんですねだからコアですよねだから恋恋恋そう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 いう方たちにね私はアプローチしたいんですよやっぱこの映画も初めてマニアックすぎてネタが作る前とか「いや誰が見んだよそんな映画」って本当にいろんな人に言われて DJ って時点で日本ではちょっとそこまで。 あんまりポイントが高くない、もちろん DJ 好きな界隈とかでしたら話は別なんですけど、世間一般で見たときに、これが大企業さんから資本金を取るって時には、すごいハードルが高いテーマでした。あやっぱり。めっちゃ、そこはめっちゃ共有します。ちょっっと地位が低いですすよよねそうなんて感じ そうだから地位が低いっていうか、そのし、し、知らない人が多いですよね。うん、多い。うん。だからまあ、我々の責任でもあるんですけど、あの、まあ、もっともっと広まってほしいなって。で、やっぱりリリーさんがこうやって DJ をテーマにした映画をやっていただけるっていうのは、もうめちゃくちゃありがたい。めちゃくちゃ嬉しいです。本当に。はい。で、これを見てる。 あの本当に、まあ、何千か何万何万か分かんないですけどの人たちももうめっちゃ多分感謝してると思いますああほですかそう言われると本当に作った回があります、うん、やる人いないもん <laughs> だってそんな映画いない、ね、<laughs> だって大変じゃん映画なんてすごい大変ですねで著作権も大変ですしでもこの映画も結構冒頭10分ぐらいで、うん、別のあのイビサ v i の DJ が。 うん、すごい一言言最初からぶち込むんですけど、うん、DJ なんて誰だってできるだろうみたいないいあのその人も、D、DJ なんてすごい有名な誰でもできるただ、うんうん、そこに何を選曲するかで違うんだと、うん、だやっぱそこに要素があるんですよ、はい、DJ っていうのは、うんなんか 穴がちみんななんかえ曲かけてるだけでしょってなる人もそれ DJ に詳しくない明るくない人たちは思うんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、で DJ っていうのはね私が思うには空間の建築士なんですよお出たやばい空間を作ってるんですねだからもう建築家みたいな感じ、うん だから決して音を好きな曲流してるだけじゃなくてその目の前に広がるもちろん人だったり、うん、あの天気だったり湿度だったり、うん、もう周りの空気を吸収してその時のぴったりの1曲を選ぶ、うん、でさらに A の曲から次 B の曲にかける時のそのミックスの間のその。 無限な世界ですよね、うん、そこをどんだけ表現するかだと思うんで、うん、これはねやっぱ DJ とあの音楽作る作曲さんは全然違うし同じぐらいの価値がありますよ、うん、おーすごいえもう、うんリリーさんはちょっと、まあ、こ,のこの話でもめっちゃ面白いんで、うん、もうこの話だけで終わってもいいぐらいの勢いなんだけどえ <laughs> リリーさんはディ <laughs> DJ をやってるんですかそれとも DJ です 私ね、してますよ。あのー、あはい。やるんですね。やってます。あの、この映画を公開してからは、うんうん、なんか監督に徹しようと思って、うん、DJ もやってると、なんかかぶってよくないなと思って、うううんうんうん,うん、うん、もうね、年から一切やってないんですけど、2020年とか、 6時間ぐらい鎌倉で DJ してました、一人。あの、ヘンプカフェっていう、朝に心で真心っていう変わったカフェがあって、海の目の前で。これずっと DJ してたりとか、あのね、呼ばれたらよくしてます。で、私が使ってるのってのが、もう大学生の頃に買った CDJ350、パイオニアの。やばいね、350。あれ、まだ私使ってんですよ。あおあの黒いやつね。そうそう、こ家にまだあるんですよ。はい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 。 もともと私大学生の時から DJ が大好きで、はい、なんかどっちかっていうと曲作る人よりそのたくさんある曲っていう材料をミックスして一つのセットにする、うんうん、要はレストランのシェフですよね、うんうん、農家さんがトマトとかおいしいきゅうりとかを作って、うん、っ DJ も一緒でそういう素晴らしいアーティストがいっぱい作った曲を持ってレストランのようにミックスしてローする。 っていうのでねもう昔からサウンドクラウド一本ですねおおあもうもうそうですかそうですかもうもうはいずっとサウンドクラウド<ー>たまにミックスクラウドも聞きますけどいろんな世界各国の DJ のミックスうん、うん<あ>うん この曲からここに転換するんだとか、うん、あこの国の人例えばアルゼンチンの人とかだったらエレクトリック・フォルクローレ入ってたりスペインの人だったらやっぱりスペイン・単語とかギタースパニッシュ・ギターとか、うん、やっぱ人によってその国のバックグラウンドが混ざってくるんで、はい、そういうの知るの楽しくて、うん、で私ねサウンドクラウドで好きな DJ いると普通にメッセージするんですよ。 おあの別に私何とかそういうの一切なしに、うんうん、マジこのミックス最高みたいな、一言送ると、大体みんなね、うん、嬉しいんですよね。返事くる、ね。連休、うん、みたいな。<laughs> それ私もすごい嬉しくて、うん、んそこにすごい価値が高いんですよね、私はいかにミックスするかってところに。なるほどへ。意外と、あの、なんか、帰ってくるんですよね。なんかメッセージ送ると。帰ってきますよ、何人でも。ね。 なんか DJ ってやっぱ、そのミックスのこととかこう言われたりすると嬉しいじゃないですか。そうなんですよ。最近ニューカルドレニアニューカルドレニア。ニューカドニアューカレドニア。はい。そうか、かっこいいなんかおじさん DJ がいて。へぇのミックスも聞いてるし、あと結構一押しでおすすめなのがアルゼンチンですね。アルカリードっていう DJ がいて。アルカリード。はい。アルカリーノ あるア,アルカディーノ。すごい勢いで毎週、うん、あのミックス出すんですよ。うんうんうん。出しすぎだろってぐらい、ずっと出してて。<laughs> はい、その人とかは、よく、あのメッセージしてますね。<laughs> マジっすか。<laughs> そうそういつもな、あの東京行きたいとか、かい、全然関係ない,ない。<笑><笑>ちょっと遠いけどね、いつか来てほしいね。へえ、なるほど、なるほど。決してジョンさんううだ,だけを聞いてるわけじゃないです。本当、いろんな DJ 聞いてます。 ご自身でもやってみたいなところで。そうですね、自分でも。はい。面白。なんかあの、ちょっと、本当本題に入る前に、マジで、そのリリーさんが、もうこれ見てる人も僕もそうだと思うんだけど、リリーさんが本当に一体何者なんだっていう、はい、あの、のがすごい興味があるんですけど、うん。あのほ、ど、そもそもど、どういう流れで、もともとやっぱり、 映像界隈の勉強をされてたんですかそんなことはないのえっとね、私、独学なんですけど、映像編集は。お<う>ただあの、その後普通にテレビ局とか入ってディレクターしてるんで。おお<う>。とか、今も別に、あの、そまあでもプロや、うん。NHK の番組とか作ってるんですよ、私。おぉ<う>、はい、だから元元元いい、もともと職業がディレクター <laughs> あ そうなんだはいずっとディレクターやってますえ、だからあれですねそのまあ一回もそういう勉強してないんだけど、うん、まあ独学で結局でも今プロの世界でやってらっしゃるわけじゃないですかそうです最初のきっかけが大学の時に映画研究会入ったんですねあなるほど はい。あの、うんうん、高校の時から、あの、レンタルビデオ屋が大好きで、よく通ってて、映画っていいなって思ってて、なん,うん、うん、だから映画って知らない世界を教えてくれるじゃないですか。あそうね。うんうん、う、行ったことがないとか、知らない人たちの考え方とか、うん、そういうのが好きで、で大学で、あれ自分でもちょっと撮ってみようかなと思って、うん、映画研究会入って、うん、私が大学生の時って、当時、もうミュージックビデオ、 全盛期だったんです MTV とか、そういう、スペシャー TV とかね。私が特に好きだったのが、もう、あえそれみたいな感じかもしれないんですけど、ケミカル・ブラザーズのね、ミュージックビデオが大好きなんです。あれがすべてです、私の。なるほど。ケミカル・ブラザーズはもちろん、その時き、ファットボイス・リームのミュージックビデオも何個も面白いのがあったんですけど、一番のきっかけはスターギターですね。 あースタータギのクリップかっこいいですね今さら感はやっぱ今の時代になっちゃうとあるかもしれないですけどあの時の,あの音楽にこう列車の風景がビートとして入るあの時にもともとその時テクノ好きだったんですけどこういうテクノのビートとか四つ打ちと音を合わせると気持ちいいじゃないですか。それをあ私もやりたいと思って。うーんなるほど。ふん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  それがきっかけで、映画研究会。はい。で、ずっと自分で、うん、そういうミュージックビデオとか最初は作ってました。へえ、あそうなんですね。うん、で、そっから、その、まあ、その学校を出て、で、そっからは、働きながら、映像やってたって。あもうはい、テレビ局で料理番組のディレクターしてました。 ああそうなんだ。へえ。最初なんで料理番組やってて、うん、でも料理、はいあの、ディレクターなんで、後ろにつける音楽とか好きに使っ作っていいんですよ。はい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 。うんうん、なんか節約料理の番組で、うん、なんか、すごい <laughs> せ、とにかく主婦に向けた夕方の番組だったので、はい、とにかくお金を使わないで、いかになんか、もう、あの、 なんちゃってのものを使うか、まあ、はい、下痢も高いから、ちくわを使って、代替えして。うんうん、ああ、なるほどね。うんうん、ちくわ店みたいな。うん,う,んうん。 私もちろん編集とかも全部自分でやんですけど、音楽好きにかけていいから、うん、結構ハウス使ってたんですよ、ね。<laughs> そこでこう忍ばせるわけですね。そう,そうそうそう、料理番組に。<laughs> うん、いや、テクノはさすがにきついかなって夕う方がしんでねうん、うん。確かにね。だからハウス入れてて、一回、うん、ね、フリーテンポさんかなうん、うん、フリーテンポさん。なんかの曲を入れて、うんうん だからエディターに「いやこれ曲飛んでるよ」って言われて「違うよ」うん、<laughs> ううエフェクトだよとか思って。<laughs> <laughs> なるほどなるほど。へえー。<laughs> 料理番組なのに問い合わせで「今日の曲何ですか?」ってあまり来るんですよ <laughs>。それリリーさんの勝ちじゃん。勝ってんじゃん <laughs>。やばキュウリとか切ってる時にハウス乗ってるんですよ <laughs>。<laughs> それやばいね。 それが最初の20代前半の仕事ですね。えー、うーんなるほど。そっかそっか。それでまあずっと映像のまあそのお仕事をやられて。はい。はい、で、えー、まあそこまでは分かりました。でまあちょっとちょいちょい DJ もやってっていう感じで、うん、で音楽大好き、映像大好き。うん、で、なぜこの映画を撮ろうと思ったかっていうきっかけを教えていただいてよろしいですか えっと、なぜジョンさんかですかね、それともなぜ映画を作るかですかね。えっとあ、じゃあ、両方教えてもらいたいですね。えっと、最初、映画を作るにすると、まあ、やっぱ20代ずっとそういうクライアントワークの映像を作ってて、はいうん、もちろん楽しかったし、そうやって好きな音楽忍ばせたりして、あの楽しむことは楽しんでたんですけど。クライアントワークっていうのは、その誰かに頼まれてみたいなことですね。そう,そうそう、いわゆる、ね。テレビ局の後私、はい、広告代理店行ったんですよ。なるほど。 プロデューサーサの勉強もしようと思ってやっぱディレクターだけじゃあその時あの私見積もり書とかも書けなかったんでなるほどやっぱり全体的にもっと映画を将来作る上でプロデューサーも学ばなきゃっていうので広告代理店転職して、うんまあ、そしたらもうクライアントさんのの映像を作るのみじゃないですかそうですすかそうね、ん、楽しかったしすごいいろんなこと学んだんですけど、はい、ずっともうその広告代理店入社する時からいや絶対34年でやめようと思ってて。うん うん、30前に独立して何か自分で作りたいって、うんうん。なるほどっていうのがずっとあってでもそのままもう文字通り実行したって感じ。うんうん <laughs> <laughs> なるほどまあじゃあもともとやっぱ映画が作りたかったっていうのはまあ目標としてあったわけですよねそうですそうですうん、うん、テーマがこの主人公のジョン・サトリン作家っていうのは置いといて、うん、映画が作りたかったでそれ用にあの、うん、映画貯金もしてたんですよ20、ね、代すごい作りたいものがあるって言ったらそう意思がすごうのい貯金もしてて、うん、でいざいつ何を作ろうっていうのを 抱えたままなんとなくでも海外で映画撮りたいっていうのがあって私ずっと DJ が好きなんで DJ にねとにかくね「今日の DJ よかったよ」って言いたくてフローでも私声かけんですよ全然日本でも海外でも DJ にちょいちょいみたいな。 ミックス教えてよとかサウンドクラウドねそれで海外でもそれやりたいと思って、うん、英語勉強しようと思って DJ としゃべりたいからなるほど、うん、そうそれでとりあえずちょっと海外アメリカ行って英語勉強するんですうん,うーんあなるほど語学りゅ留学というか、うん、そうそうそうちょこっとだけねほんと半年だけ、うん、半年だけ行ってポートランドに行ったんですよあ、はい、<う>ポートランドほうそほう、うん 最初からニューヨーク行くと遊んじゃうなと思ってなるほどね29歳だったしポートランドで5か月ぐらい映画教科の学校行ってずっと勉強したんですけどポートランドテクノないんですよあんまりそういうクラブはいろいろ行ったんですけどキャンプそう、カントリーとかロックの方が多くてだからもうちょっと5か月でニューヨーク行っちゃいましたなるほどね。 音楽塾だね、やっぱ。いや、ニューヨーク最高ですよ、音楽シーン。めっちゃ良かったですめっちゃ良かったっうん、うん。なるほど、なるほど。もう、毎晩のようにいいパーティーがいっぱいやってるみたいなね。ですね。あっちのトレンドはね、今、昼で、うんあの、お昼3時から夜9時までの6時間のパーティーとか、そういうのが人気でした。なるほどあ、めっちゃいいですね。健全ですね。うん うん、あとめっちゃ早いパーティーは朝6時からとか。お<ー>早すぎませんそれ <laughs>、まあアフターアワーズっていうかまあなんていうか分かんないですけどそうそうそうそれも入ってるんですけどうん、うん、アフターから来る人もいるし、うん、本当に朝6時から行く人もいるし <laughs> だからまあねあのテクノパーティーとか結構そうですよね。あの始発で来る人もいて。 そうそう,そう,そうだからすごい眠たそうな人ともうぐでんぐでんに酔っ払った人と2種類いってなんかよく分かんない空間みたいなそうそうそう違う世界にいる人もいっぱいいるからそれが楽しいんですよね面白いよね <laughs> へでもニューヨークはそっかお昼パーティーというか3時から、はい、まあ9時までとかそれいいですねすごくねはいとてもいいですね、うん、あの「ミスターサンデー」っていうブルックリンで毎週日曜日やってるパーティーがあって、うん、それはもう毎週行ってましたね あ、へえ。みんな今日チャーチ行くみたいな言い方なんですよ。要はもう音の教会うん。最高の音楽が流れてて。で、みんなそこ行くとあって、名前も連絡先も知らないけど、行くとイェーイみたいな、うん。イェーイみたいな。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。へえ。まあ、それで、まあ、言葉もぼちぼちそれで勉強して、で、うもうニューヨークで、その海外のそういうのも体験して、 それでね、そのままね、うんあの、映像プロダクション作るんですよ、ニューヨークに。ほ<う>そう今もあるんですけれども、ほ<う>映画会社作って、すごいちっちゃいですよ、はい、ちっちゃいプロダクションをやって、働かなきゃいけなかったんで、その時はもうアーティストビザっていう、あの公式に働いていいビザ取って、ちゃ、うんと、うんうん、オフィシャルに会社作って、普通にあの映像の仕事してました。 あへーあへそうですすかかなり撮ってますね、うん、ブルックリンに住んでたんでブルックリンのそういうローカル情報をお届けするテレビ番組、うんうん、作ってて、うん、あのいろんなエピソード作ってますあのブルックリンのブルワリー工場とかブルックリンビーガンチョコレートとかそういうやっぱちょっと最先端とか変わったやつーへーとかしてて。うん でそんな早先にふつふつと、うん、ずっと私がためていたこのジョンさんへの愛が、うん、私結構前から知ってんですよもう十何年前から知ってて、うん、ずっとこ、うん、毎日彼のミックス聞いてて、うん、ある日ふと、はい、あれ私の仕事と一番好きな DJ くっつけたらいいじゃんと思っておお<ー>であドキュメンタリー撮ろうってなったんですもうこの時だとこのタイミングだとシンプル そうですねこの時た撮りたいと思ったのはやっぱ会いに行った時ですね、いびさに。うん。ジョンに会いに行って、うん、それは大体いつ頃ごろ ?2016 年。おおなるほど。うん,ん,ん,ん、うん、うん。最初に会ったのは2011年です。なるほど。ちょっと画面映しながらやろうかな。あ最初に会ったのは2011年そう、2011年に、<laughs> ちょっと私とジョンさんの最初の出会いを話してもいいですか、うん、もちろん、もちろん、もちろん。はい、あの 私ね、すごいテクノ好きだったんですよ、うん、最初。うん、あのワイヤーとかずっと言ってたし、そう、はい、いうのが大好きで、はい、であの20前半の時、うん、であのベルリンにいたんですね、うん、2011年の夏に。うん、テクノの聖地、ベルグハインベルグハとか、うん、もうベルリンのありとあらゆるクラブを毎日、も そそれこそどこに生きてるか分かんないみたいな感じでふわ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  DJ の,、うん、あの渡り歩いてて、うん、そんな時にねとあるなんかそベルリンだった人にイビサにすごい DJ がいるって言われてえどういう DJ? みたいな聞いたら、うん、それその人クラブで DJ しないからって言われてえ,<っ>えどういうことって。 私まだ24歳とかだったんで全然その世界が分かんない。意味がかんない音楽っつったらクラブみたいな。なんだろうと思ってベルリンからイビサって7800円ぐらいだったんですよ当時のレートで。飛行機そうそうそう。ですごいふわふわしてたし楽しかったからそのまま行っちゃったんですよイ日後に。で行ってこのジョンさんがいるビーチって車も。 あの、バスも、自転車も入れない、砂浜なんで、歩くしかないんですね。全員歩いてくんですよ、もう修行僧のように。20分。分もそう、にあんの。めちゃくちゃ不安ですね、本当にあるんかみたいな。そうそう、いるのかっていう。うんね。背中ももう、超じりじり焼けるし、ダラダラ汗かいて、着いた先に、パラダイスがあったんですよ。おー。 ユートピアなの。うん、その、うん、あの、<で>もう太陽降り注いで、目の前全部海で、うん、で、こう白い砂がやっぱ足にまとわりついて、うん、そんなところにポツンと海の家があって、うん、でその海の家の中に、さらに掘ったて小屋みたいなちっちゃい小屋があるんですよ。<laughs> おさ、ね、まさに今の背景にされてるところになんかちょこって出てるでしょはい。はい、こっち側かなあ、逆側、うん ポコって何かあるじゃないですかこうポコって出てるそういう建物建物っていうかレストランの中にあるんですよそういう粘土で作った小屋みたいなそこでこのジョン・サトリンサんが DJ してたんですで別にみんな踊ってるわけでもないんですよすごい自然だったんですよもう生きてることを楽しんでるっていうか、うんうん 好きにお酒飲んだりご飯食べたり寝たり、うん、好きな人と喋ってたりうん、うん、なんかすごい普通のことを最高の自然の中でやって、うん、でさらにそれを音楽で紡いでいる、うん、そういう空間になんでしょう心底心奪われたっていうか初めての体験だったんです。うん 音楽を外で聞くっていうのがこんな気持ちいいいものだっていうなるほどなるほどあそっかそっかもう今まではもうクラブの中で暗闇の中ガンガンガンってしか聞いてなかったんですけど、うんまあ後もねフェスとかフェスとかでバーンみたいな感じだけど違ったわけだ太陽の下でほんと静かにチルなんですよなるほどうんその最初なんかこう20分歩いていって そのどうなんですかなどういうモチベーションで行ったんですかなんかすごい人がいるらしいよみたいなのを聞くわけですよね。本当それだけですね、<で>興味本位で。うん、まあすごい人がいるって聞いた時に、もうサウンドクラウドでチェックはしてたんですよ。うん、ああ、そっかそっか、それで DJ 聞いて、あやっぱいいなみたいな。あなんかいいなと思って。で行、うん、って、2011年の時って、私まだ英語喋れなかったんで、うん、遠くで見てるだけだったんですよ。 うんで英語勉強した後に2016年にまた行くんですね <laughs> その時に初めて話しかけて <laughs>、うん、話しかけてっていうか自分がその時作ってた作品のなんか後ろに手紙書いたんですよラブレターを、うん、英語覚えたての英語で本んにあなたのミックスが私の人生を変えてるって。うん で手渡ししてその小屋に行って嬉しいだろうな、うん、そうそれでそこから友達になりました。なるほどなるほど。ずっといましたよ。ジョンさんの DJ 時間で長いんですよ。基本11時から夜夕日が落ちるまで、うんうんうんだから7時とか、うん、8時間ぐらい DJ してんですよ。長い。長い。そう。で私もずっとそこにいてその箱の中に、うん、あのね誰でも気軽なく入れる場所なんですね。ふん。 そこは飲食店バー、飲食店です。<laughs> 飲食店でその中に、<laughs> うん、あの箱があるみたい。それ、その、イビサの島の南し、の端にある、ね。そうです、南です。はい。で、そこっていうのは、あの、そういう大きな、僕は行ったことないんだけど、なんか、大きなクラブとかいっぱいあるところ。あ、一切ない。ですな,ないところなんだ。そう。う田舎のところで。はい。はい。 なるほどえっ、ー、とそこでそのなんていうんですかそそのリリーさん以外にもそのやっぱり噂を聞きつけてみんな来るわけだそこにもうね世界中から、えー、マジで世界中から来ますよ <laughs> アジアが少ないです<ー>彼のファンはねドイツとイタリアとイギリスあとオーストラリアにいっぱいいてそこら辺の方たちがもう本当この人に会うためだけに うん、夏はいつもイビさんに行くって人たちが多いですなるほどそうだからジョンさんが言うのは毎日が同窓会なんだよっていう、うん、25年ずっとそこで DJ してるので夏になるといろんな人が会いに来てくれる、うんうん、だから僕にとっては本当音楽流すのは家でレコード流してた子供の時と一緒うん、うん、でかつ毎日会いに来てくれる人たちは同窓会だから、うん、すごい嬉しいんだみたいなことを言ってました すごい人生ですね。はい。<laughs> うんあのー、な、何ですかね。その、そ、その、なんか、すごい人だっていうことは、めちゃくちゃよく分かったんですよ。分かったんですけど、リリーさんが、その、あ、この人を映画の題材にしたいっていうふうにおも、思った、 のはな,なぜそうやって思ったのかっていう。えっとね、ジョンさんの DJ スタイルにあるんですけれども、うん、なんかね、このなんでジョンさんを撮ったかって質問をよくされる時よくされるじゃないですか、映画、うん、なんで彼を映画にしたかっていうときに、本当は一番言いたいことがこれから言うことなんですけど、うん、それを言うと、 いや普通の人分かんないからっていうので大体ちょっと違うことを分かりやすく喋ってたんですけどこう音楽通の人がみんな聞くと思うんでああもうぶっ込みでお願いします<の>はいと思うとあの、うん、DJ って、まあ、特に日本だともうヒップホップはヒップホップの DJ とかそ<う>テクノはテクノの DJ とか、うん、ハウスはハウスカテゴリー分けされてるじゃないですか、うん、でジョンさんがやるこのバレアリックミュージックっていうのは、うん、本当に全部のジャンルを うん、一つのセットにまとめるんですね、うん、だからジャズから本当に上手にヒップホップにミックスしますし、うん、ヒップホップからクラシック行ってクラシックからハウス、うん、テクノたまに民族音楽本当に世界中のありとあらゆるカテゴリーの音を一つのセットにするんです。ク、うんうん、クラシックもかけちゃう かけますクラシック、くるみあり人形が彼の定番ですなるほど、うんうん、よくかかる、うん、そ,うそれでしかもすごい上手にそれを1本のミックスにするんですね、うんまあ、大体1時間から2時間のセットが多いんですけれども、うん、ただただいい曲をかけてるだけじゃない、うん、もうただただいい曲ならスポティファイに任せればいいんですよ。うん ちゃんと彼のセットの中には、うん、こう春夏秋冬といいますか、うん、喜怒哀楽、うん、生きてきた人生とか、うんかちゃんと紆余曲折あるんですね。 だからただただ聴いてて曲いいなじゃなくてジョンの曲を聴いてるとラジオとかサントラであのサンドクラウドで聴いてると自分の目の前の景色が映画のように見える時があるんですよ。サウンドトラックみたいな感じです人生のそれぐらい私はジョンさんのミックスが本当素晴らしいものだと思ってて。 さらに言いますと、言っていい言してばっかりですいません好ってくっていいあの私って台湾の両親持ってて、台湾人で、自分の家族だけ東京にいるんですね。両親とお兄ちゃんと私だけで、それ以外親戚全員台湾とかで、変わったことに家の中が全部台湾語なんですよ。なるほど で家にある新聞とかニュースも全部台湾のものなんです。だからなんか子どもの頃からすごい自分の周りにいろいろ壁を感じてたんですね。うんうんで 自分は日本人でもないでも台湾人でもないみたいのがあってっていうのもやっぱ台湾行ったら行ったで日本に住んでるしそうだよねまあ日本人みたいなうんそうそうそうどっちつかずみたいなうんんかずっとそういう壁感じててでその壁を越えたくて中国に留学したことあるんですよ北京に北京ですかあんいいねそうあえてそこも台湾じゃなくてまああんま仲が良くない仲がいいとこにまあ行ってまあ実際まあ 中に入ってどういうものか知りたいなとかあって、うん、とにかくこう自分の感じる壁っていうものをどうやったら取っ払えるんだろうっていうのがなんとなくタスクのようにあったんですよ子供の頃から。はい、だから映像業界選んだのも、うん、その映画だったら自分の好きな自由な世界が作れるかうん、そうねうーんなるるほほどどなううんうん、うんそう でもやっぱり中国行っても大人になっても言葉の壁だったりあの貧富の差だったりねあと外見とかもういろんなものがこう全てにこうボーダーがかかってるなっていうのが思ってでふとあれジョンさんのこのミックスってあのヒップホップとクラシックを同じ線にして1個のセットにするって。 うん、あれこれこ今、世の中が必要な壁を取り壊す、うん、ノーボーダーな世界っていうのジョンってこれ音楽で表現してるじゃんって、うん、気づいてこれは彼は本当に大事なことをしていると、うん、音楽を通して壁のない世界を作ってるって、うんうん、私はそう捉えたんで、うん、で彼の映画を作ろうってなったんです。なるほどすごいもう 素晴らしい本当に。なんかあのー、<laughs> うーん、いや、俺もま、マジでいろいろ言いたいことあるけど、<laughs> ま、いろいろ言いたいことありますね。うん、あの、けど、ま、リディさん、マジで最高だね。えそれは、それはみんな、<laughs> みんな、んなあの、思ってると思う。うん。これ見てる人も。うん, <laughs> あん、ま これ熱弁しないんですよねそのジョンのミックスがいかにすごいか誰も気づかないからって私びっくりしたんですけど自分の映画の中で私 DJ がこうスイッチするシーン六カ所ぐらい入れてるんですよその曲が一曲目から二曲目にこうトランスする場所誰も知らない誰も分かってくなかったああ、それはやっぱ DJ やってないと分かりづらいところもあるかもしれないけど そうだからあんまそこはこう映画を売るときには強調しなくていいよって言われたから、うん、どうせあんま言ってもそうそうそう<っ>分かんないからねでもうん、うん、今日ここでこんな熱弁してるのはやっぱりそこにすごい、うんうん、ウェイトがある私がうん、うんまあ、そもそもがそういうやっぱりフィロソフィーを感じてやっぱり作りたい<う>表現したいっていうふうにリリーさんがなったってことだもんねそうですねなんか本当にあのー もうなんか、ちょっと話すとさ、すぐ脱線しそうで、はい、結構怖いんですけど、<う>あの最近もなんていうんですかね、かなりやっぱボーダレス化してるじゃないですか、DJ の選曲とかも。で、なんかね、あのー、うちはお体レコードって DJ の機材バンバン販売とかしてるんだけど、<う>あのー、昔はやっぱさ、その、例えばトランスだったらトランス、ヒップホップだったらヒップホップ、バシバシバシっていう感じだったけど、 まあ、最近はでも本当になんて言うんですかね、例えば、あのーまあ、フランスは警防機関とかでもそうだけど、もうなんかいろいろ書けるじゃないですか。増えましたよね、日本の DJ さんも、うん、本当に。うん、そう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 、で、なんか、あと、思うのは、あのーまあ、今回の,そのイビザのそこの飲食店とはまた全然違うんだけどあの、クラブ、大きいクラブがなくなって、ちっちゃいサウンドバーみたいなのがめっちゃできてるんです。 今多い、すごいですね。めっちゃ多いじゃん。おいおい。うん。だからそこって、その、踊らすだけじゃなくて、やっぱり場を作るみたいな空間、アーキテクチャみたいな。うなんでしょう,ん、うん。そういう感覚があるじゃないですか。だからなんか、理事さんがそうやってこう、そういう、なんか、今こう、こういうインタビューでそういうことを言うっていうのが、すごい今っぽいなって思うし。 うんなんか、タイミング的にもめちゃくちゃいいなーって。そうですね、<あ>はい。うーん、うーん。なるほど。いやー、面白いな。次の質問とか言っていいですかはい。はい。まあ、理由としてはそういう理由ですね。そう。わ <laughs> かりました。じゃあ、ちょっとあ、当たり障りのないこと聞こうかな、次は。<い>えっとー、映画を、 作るっていうのは、リリーさんの中では人生で初めて、あ、えっと、世に出してっていう。長編。長編の。はい。それは初めてだったんですかそうです。初めての長編ですね。長くて50分くらいなんで、テレビ番組っていうのは。あと、あやっぱテレビと映画は違うんで。うん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 。その、実際、ど、どうやって、 作る,作るんですじゃあ映画作りたいってなったらシナリオを書くの脚本んあのねあんまり私は脚本作るタイプじゃないですね。ほ<う>フィクションじゃなくてやっぱ生きてる人間たちのストーリーなんで、うん、なんか脚本とか作りすぎちゃうと、うん、それにはまらなかった時に、うん、出てるのに対して「なるほどえこうしてよ」とか過度な期待をしちゃうから。 うんうん、いっそのこと何も考えずに、うん、ただただあるままを撮るって感じでしたあなるほどなるほどあそういう感じですねそれを結構そのここを使うここは使わないとかいっていろいろこう組み合わせていって、はい、一本の糸にしていくみたいなそういう感じなのかなそうですねジョンさんの場合うん、うん、全部で2か月ぐらい撮ってると思うんですけど3か国ですごいたくさんの映像フィッテージがあって、うん、それを一本の 映画につなげるって難しくてフィクションならうん、うん、脚本通りやればいいんですよ、はめてけば。はい、ただやっぱ何喋るかわからないとか、うん、文脈ないこともみんな喋っていくのでそれをどうやって意味のあるようにつなげていくかっていう編集がとても大事で、うん、ドキュメンタリーってで、うん、編集には1年かかってますね。うわ、うん、なるほどなるほど。 その、まあ、編集をして、で、リリーさんの伝えたいこと、はい、みたいなのは、はい、やっぱり、そ、うまくこう凝縮できたわけだ。その映像の中に。そうですね。はい、してきたと思います。なんかやりたいことやりました、本当に。うん、なるほど。で、それを見て、ジョ,ジョンさんは、どう、どういうふうに言いましたか 見せたらえっとね見ていやジョンから1個だけ言われたことは2個かなうん。あそんな長い長い映画なのに2個しかなかったんだ。言われたのは本当に2個だけです。え個は俺喋りすぎじゃないって言われた。それあなたの映画だからそそそうううそうあなたの映画だからって。2つ目はあの 俺のウィード捨てるシーンカットしてって言われました <laughs>。<laughs> なるほどね <laughs>。その2つ <laughs>。じゃあもう、もう完全 OK みたいな感じだったんでね。そうですね、特にはい、ジョンさんはすごいシンプルな方なので、うんでもう、特に映画も、やっぱ多分最初、私がこれのこんな商業映なん、劇場映画になるレベルを作ると思ってなかったと思うんで、ジョンさんも。 なるほどなるほどでも嬉しいでしょうね喜んだんじゃないですかどうなんですかねなんかそこら辺はもう聞かないようにしてるんですけど <laughs> そうなんだただちょうど昨日うんまあ、ジョンさんとはいつもあのメッセンジャーでやり取りしてるんですけど昨日う夜ねなんかジョンさんからポンってメッセージが入って「うん、いやもうほんと日本楽しみにしてんだよ僕行くの」って「ほん本当にありがとうこの機会くれて」みたいな。いやいや そりゃそうですよ。すごい楽しみにしてんですよ、ジョンが日本を。うーん。だってそんなんさ、こう、普通に海の、ね、食堂でやっててさ、<laughs> ね、<laughs> ある、ある、あの、日本人の人がさ、ピーって来てさ、うん。で、映画作るっつってさ、うん、うん。なんか、<laughs> ちょっとなんか、 あの、舐めてるわけじゃないけど、あ、うん、OK, OK, 分かった、いいよ、いいよ、頑張ってね、みたいな感じかな、みたいな。うん。でもそれ出来上がったら、そうそうバーンってなってて、そうそう。で、しかも、ジャパンツアー来てくれ、みたいな感じで、は <laughs> こんだけ、いろいろ回るから、つって、京都も行くし、みたいな。そうそう。それはね、めちゃくちゃ、すごい、びっくりしてると思いますよ。 はい、本人が一番、はい、驚いてると思います。でしょうね。<laughs> リディ、リディやべえやつだったんだな、みたいな。<laughs> そうそう、やべえな、<laughs> みたいな。うん。確かに、<う>確かにリディ、リディさんやばいっすね。いやいや。やべえやつだわ。最高だな。ああ <laughs>、すごいすごい。なるほど、なるほど。まあまあ、そういうことで、えー、ちょっとじゃあ、 ホームページのアートワークというか、ま、あその公式、公式サイトをちょっと見てみたいと思います。はい。はい。はい、えー、太陽と踊らせてということで、これはどういうことなんですか太陽。あのね、本当は、あの、現代はボーンバレアリックっていうタイトルが、あの、正しいタイトルなんですけど、うん、日本でやっぱ配給会社、 さんとに映画を出してもらうときに、うん、いやボンバリアリックじゃ全然伝わらないよ。うん、ただでさえ D. J. の話でわかんないのにってなって、うんうん、やっぱ日本の人がわかるのにしようって言って。うん、で、この配給会社のおじさんも本当ナイスガイで、うん、あの音楽映画をよく、あの。 いいやいや配給されてんですね最近だとローリングストーンズ2本出たじゃないですか選手出ましたねーあれも全部ここですおーすげえ私ビル・エヴァンスもそうですし今年はルーリードもやりますここがあ,あねニュースになってたそうなんだ<う>すげえそーリー・ハーツさんっていって本当に理解がある社長さんで<ー>あの勝手に仕上がると「キチガイ・ピエロ」ボダル映画を日本に配給したのもこの方ですえマジっすかそうすごいんですよす僕 あの世界で今まで一番好きな映画が勝手にし上がれジャンポールベルモンド大好きなんはいはいはいそうなんだすごい先月四型版やってたと思うんですけどあれも全部あのこのここの方がやっててへーという調査んとワイン飲みながらあの日本語タイトルどうするって話してた時になんかまあ2021年でコロナですごい閉塞感漂う中でいや人間最後に 自由が聞かなくなった時にね何がしたいかって言ったら自然と自由に踊りたいだけじゃないみたいな話してそういう問いかけと淡い期待を込めてあとは能動的に踊りたくなるような雰囲気を出したくて「太陽と踊らせて」ってタイトルにしてなるほどとても気に入ってますいやかっこいいかっこいい普通にかっこいいですねすごい気に入ってるうん最高っすねはい で、えっ、ー、とー、まあ、いろんな映画祭でも受賞もしているというとこですね。ですね、結構ってますね。うん、これは、はい、一部しか載っけてないんですけれども。なるほど、なるほど、結構取って。はい、<laughs> やっぱ音響系で撮ってる、取ると嬉しいですね。あ本当だ、メイフィス映画祭、最優秀音音響賞。そう、メンフィスすごいじゃないですか。はい。はいう エルビスのね、うん、場所だから、その聖地じゃないですか。すね、今暑いですね、エルビスね。そうそうそう。<laughs> う,んうんうん。ね、さらになんだろう、あの、音響賞って基本はフィクション映画がとるんですけど。 はい、ドキュメンタリーで音響も何もないじゃないですか <laughs>。まあまあそうですよね。うん,うん、うん、ただすごい。この映画は音響にこだわってるんで、撮影時はステレオで撮ってるんですけれども、うん、劇場公開する時5.1ち一茶に作り直してんですよ。音楽をうんうん,うんうん。だから、音を1回全部再分解してて、うん、あの鳥の声は隣からとか。波の音は後ろから。うんうん 喋りスペイン人のガヤは手前からとか、うん、そういうように全部設計して5.1、うん、ちゃんでてけるようになってます、うん、劇場、うん。なるほど、はいえっ、ー、とーちょそのその再ミキシングみたいなのっていうのも、うん、それはリリーさんもがやってるていやいや、それはもう専門の技術ですね。専門の人 なるほど、なるほど。<laughs> まあ、あの、いわゆる、えっ、ー、と、5.1ちゃんっていうことなんで、まあ、劇場だとですね、まあ、ちょっとご存知ない方もいるかもしれないけど、えー、フロントに2発 LR であって、で、あとセンターにあるわ,わけですよね。センターから人の喋ってる声が出たりだで、リアに2発ある。<laughs> うん、で、えぇ、ー、プラス5.1の1は、えー、ウーハー。 っていうことで、5.1っていうんですけど、えー、リリーさんは、リリーさんごめんなさい、これは皆さん,皆さんに向けて説明してます、僕今、えー。リリーさんはステレオで収録をされています。で、そこに対して、えー、とそれを5.1に振り分け直すと。で、その作業っていうのが、ステレオっていうと2チャンネルの波形で来るんで、えー、それ で、まあ、要は左と右の概念しかないわけですよね。で、そこに、えっ、ー、と、後ろ、えっ、ー、と、左後ろとか、右後ろとか、<laughs> はい。あとはすごい低域だったり、えー、例えば波の音でも、えー、高域の成分と低域の成分ってありますけど、えー、低域の部分は、えー、5.1の点1にり振り直したりだとかしてると、えー、いうことをやって、ただ、リリーさん、あのー、ステレオを5.1に、疑似5.1 って言いますよね。疑似5.1にするって、まあまあ結構、そんなに珍しいことではない。大変は大変なんだけど。なんだけども、そこの中で逆に音響書を取っちゃうって、その人相当の人だと思いますよ。<laughs> うん、だって普通だったらね、あの、ちゃんとした5.1とかを、めちゃくちゃお金持ってるメジャーの映画会社だと、いっぱいマイク立ててやっちゃうわけじゃん。 ええええ。うん。それをステレオでやって、それを疑似5.1にして、再ミックスして、それで賞をゲットするっていうのの凄さを皆さんね、これはね、ちょっと、そこだけ俺はどうしても補足したかった。ありがとうございます。すごい人がやってる。誰か知らんけど、うん。素晴らしいです。はい。いう感じで、まあ、いろんな賞を、えぇ、ー、取られているということで、えぇ、ー、まあ、いろんなね、 えこうやって共産の、まあ、パイオニア DJ さんも入ってますが、はい、いう感じです。で、これ、あの、オフィシャルサイトになるんでね、えー、皆さん、あのー、ぜひ、えー、ちょっとチェックしていただいて、えー、まあ、本当にね、間に合えば代官山行っていただければなと。ああ、そうそう、そううぜひぜひ来てほしいですね、うんうん。もう来週の話なんですけど。ですね。はい。んな,なんとかして行ってください。はい。<laughs> で、あと、もうリヒーさんがもう人生変えたって、本当に人生変えたって感じなんだけど、えー、このミックスですね。はい。えー、サウンドクラウドのリンクが貼ってありますんで、こちらもぜひ、ぜひチェックしていただければなとい。いや、もう音の宝箱ですよ、それ。うん。200曲ぐらい入ってますよ、2時間のセットが。お<ー>ずっと聴いてられますね。で、ここまで言われたらね、もう絶対聴いちゃうよね。<laughs> ここね。 そうなんだろう人生に1個、うんうん、1> なんだろうな、ハッピーな要素が加わるっていうか、幸せなんですよ、ジョンさんのミックス流すだけで。なるほどねこんなに世界は素晴らしい音で満ちあふれてるんだっていう感動。うんうんうん、なるほど。はい、えっ、ー、と、リリーさん、これが、そのいわゆる、そう、ジョンさんがいる小屋。えー、え、ないんです、これ、すごい。 これトリミングの仕方でなんか普通に見えますけど、うん、全然ちっちゃいです、とってもうん、いや、でもせ、狭そうですね。狭いです。うん,う,んうん、うん、うん。っていう感じで、えっ、ー、と、一応これ、発表したのが2 0年。二2 1年。もうコロナ,、はい、コロナ真っただ中でやったわけですね。そう、真っただだから劇場も大変だったね。入場制限して、うん ですよね、大変だったんですね。そっ、ね、か、まき、あ、じと頑張ってやられたということで、もう全国でですね、こうやって、九、え、州、ー、も,もありますけど、こうやってね、はい、放映されたということです、ね。ありがたいですね、はい、本当に。はい、いうことで,で、あとですね、ちょっとあの映像に関して、はい、あのちょっとお,お伺いしたいんですけど、映像は,はい、はい、リリーさん と、あとカメラマンの人がいる。はいはい。うん、なるほどなるほど。で。まあ、カメラクルーがいて、まあ、リリ,リーさんがいてみたいな感じ。はい、うん、なるほどなるほど。まあ、実際に、それはもう、当然イビ、いび、いび座で、撮って。あ、あ、カメラマンですか。うん。カメラマンは、あの、ブルックリン住んでたんですけれども。うん うん、あの私あの、4階建てのマンションで、1フロア1世帯しか住んでないマンションだったんです。なんか仲良くて、うん、2>, 2階、3階、4階、みんなでよくバーベキューとかしてたんですよ、アメリカらしいんですけど、その2階の男の子がカメラマンで、うんうん、でえ、君、ディレクターなのって、なんか面白いことあったらやろうよって言ってきたんですよ。 うん、あのお金どうこうよりも楽しいからやるっていうのが前面に来る人たちばっかりいるんでその時に私ちょうどこのアイディアがあったんで、うん、ゲイブっていうんですけどいやゲイブとめちゃくちゃ撮りたいおじさんがイビさんにいるっ、うんうん、でその子アメリカ人でねその時彼まだ26です、うん、すっごい上手いんですよ彼は多分将来すごい撮影監督になると思いますああ<ー><で>そうなんだまだ26の時で、うん、で あのー、その時は、本当に私もお金なんか全部自己資金で最初取ってたんで、ホテルも、ご飯も、宿も、うんうん、一緒だ、ホテルとて宿、飛行機も出すから、来てくれと。おおすげえ。<laughs> って言ったら、指殺傷みたいに、うん、行く行くって。え、払ってないんですよ、一切。カメラマン費。フィ <laughs> <laughs> 初年度ね、2017年。うんうんうん。このね、私、最初、自己資金300万、その映画資金、映画貯金貯めてた、うんです貯金してたね。<laughs> そう、映画貯金300万を、全部この映画にぶち込もうと思って。ええすごい。全部投資したんですよ。投資とか入れただけ、うん、使っただけですね。で、2017年にそれをもとに、うん まあ、多分六60万ぐらいでトレーラーっていう、なんかこんなの作るよっていうサンプル映像を撮りに行ったんです。うん、うん、なるほどね。あ、先に撮っちゃうのそう、そういうのないと、この子本当に作るのかっていう、やっぱり。間違いない。わかんないじゃないですか。うん。だからまあ、目には目をじゃないんですけれども、うん、いくつかのお金使ってカメラマンと撮って、うん、で、自分で編集して、うん。20分ぐらいのサンプル作って、うんうん うん、でそこでクラウドファンディングとスポンサーを探し始めるんです。なるほど、あそっか、トレーラー先作っちゃうんだね。そうだ、2年がかりです、2017年に最初に、うん、あの自己資金で行って、スポンサー2社とクラウドファンディング、うん、アメリカと日本、どっちでもやって、うん、ある程度費用がたまったんで、うん、2018年、もう1回ゲイブと。 コンコンって2回行って、うん、金が用意できたら「<laughs> 今年も一緒にジョンを取りに行かないか?」って言ったら「<laughs> うんうん、行く行くー! <laughs> へ<ー>」へえ。2年目は払いましたゲイブに。うんうんうん、ああよかったねゲイブ。うんそっかそっかでもあれですねなんかこうこの映画がゲイブのなんか出世作みたいな感じになる,なるといいです、ね。なると思いますよマドリードで最優秀撮影賞取ってんです。うんうんあ なるほど。へえ。それぐらいこの映画って景色がもうすっごい綺麗いで、い<や>もちろんイリサが綺麗っていうのもあるんですけど、いや、めちゃめちゃ上手のの上手。うん。めちゃくちゃ綺麗だったもん、映像。全然、はい、うん、撮り方が違います、やっぱり。僕はもうなんか YouTube でしか見てないんですけど、はい、うん、もうマジでもう3日前ぐらいに知り合ったで、ね、<laughs> スと。<laughs> 何が何だか分かって、だいぶもう、だいぶ分かってきた。うん。でも、YouTube は見ました。 でもそれだけでも本当にめちゃくちゃいいとこだなって思ったし、うんそのゲイブの実力もやっぱりちょっと感じられました、ねはい、本当にはいそれはゲイブ。あともう一人この映画で絶対欠かせないのがエリイタリア人のエディターです。エディターエディターってどういうことをやる人？映像をね、うん、えっと切り張りしてくれる人です。えっとカメラ A B C とか A、B、あ <C> いやえっとね <C> 撮り終わった映像を編集する人。 一緒になって、私と一緒になってこあの考えてで、実際手を動かしてくれる人です。なるほど。うんうん、あとは絵に色をつけてくれる人なんですよ。うんうん、カラーグレーディングって言って、まあ、カラーコレクションっていう人もいるんですけれども。うん、あカラーグレーディング。その映像の色味とかそういうものを合わせるみたいな、そ簡単に言うとそういうものですね。それ、めちゃくちゃ大変なんですよね。それ、すごい大変。やばい。 センスもいるし、うんで、それがこのイタリア人エディターがたけていて、うんうん、結構ね、実際の色と違う風景多いです。もうそれはイタリア人の感性が爆発してますね。なるほど。映画の中で。うーん、そうなんですね。その人も昔から友達だったんです,ですあ、全然、それはブルックリンにいて、あのね、エディターを募集したんですよ。 うん、やってくれる人みたいな。ほう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 。うん、で、あの、ニューヨークって本当すごくて、そういうの出すとね、80人ぐらいから来るんですよ。まあ、だから、いっぱいいっぱいいるんでしょうね、そういう目指してる人がね。そうさ作りたい人ばっかだから。うんうん、うんうんうん。うんだ、だから、だから本当カメラマンのゲームも、ゲーム以外もいっぱい候補いたんですけど、うん、やっぱり最終的にゲームの才能、うん、 に任せたってのもあるし、うん、で、イタリア人エディターも私がこの映画で作りたいことってのは私にとっても英語は第一言語じゃないし彼にとっても第一言語じゃないから、うん、私たちってどっちも英語がネイティブじゃないのに、うん、A 英語の映画作ってるんです、ねうんうん、ってことは感性が一緒とかなんか言わない、うん、言葉にしなくてもわかる。 ろう人って分かるじゃないですかクリエイティブ領域に関して、うんうん、あこの人特に言わなくても分かるだろう完全にイタリア人の人はそれだったんですようんなるほどね私がどういうテイストが好きかとか全部分かってくれて、うんうん、だからそう彼のおかげで本当にいい作品になったなと思ってますうんなるほどなるほどなんかあのさっきの今の話ってなんか片っぽだけがめっちゃ喋れちゃうと なんかこう、イライラさし、さしちゃうんじゃないかなって、変に気遣ったりだとかもするけど、お互い第、第二、第二言語とかだと、そこはそこで、なんか気楽ですもんね。そう、気が楽。うん。私、お互い推測して喋ってるとそう。そう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 。めっちゃわかる、めっちゃわかる。わかりますあ、だからその、イギリス人とか、アメリカ人と喋るよりも、中国人と英語で喋るみたいなのが。そうそうそう、お互いね。だって、使うこととか大体一緒なんですよ。なぜなら習ってるから。<laughs> <laughs> <laughs> うん、なるほどね、そういうことですね。なんで、まあ、そういうですねあの素晴らしいチームと、まあ、一緒に作り上げたと、えー、いうことでございます。で、えー、とーそのですね、えー、ジョンさんが、えー、ジャパンツアーということで、実際に DJ で呼んじゃったっていうことですね。 そうなんです映画は伏線だったんじゃないかっていう随分、うん、長いあれなんですけど <laughs> <laughs> すごいねいねねやあの、ね、自分で撮っておいてこれ言うのもあれですけどドキュメンタリーっていうのはやっぱり一部でしかないんですよね、うん、その人を知る上でうん。で全部は語れてないです、うんうん、しそこにはやっぱり監督の目線っていうのもだいぶ入ってるんですよ。うん、うん 作ってる以上ね、ドキュメンタリーもやっぱり編集が入って手が加わってるので、うん、私からの視点も入っちゃってるし、だから彼を知るには彼の音楽をそのまま聴くのが一番いいと思って、うん、いや、これ日本で来てほしかったんですよ、ずっと。今回、うん、映画ができたから、あ、これチャンスだっていうので、うんうんうん 呼んでしまいました。おー。人生初プロボーターしましたよ。<ご> <laughs> おー。超大変でした。本当にいろいろ大変でした。やってみるといろいろわかるよね。い <laughs> やわかる。本当いい勉強になりました。うもうやらないみたいな。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。まあ、そういうことで、あのー、まあ、冒頭でもね、申し上げたようにですね、1、2、3、4、5、6、7、えー、まあ、これを見る頃にひょっとしたら8箇所になってるかもしれないけど、うんえー、8箇所で、えー、ツアーをやるということでございます。もう、実際、その、今回の映画も、ドキュメンタリーじゃないですか。はい。ドキュメンタリーなんで、それの本物に合うっていうのは、 もうそれ以上ないドキュメンタリーじゃないですか。リアルん。だから、ね、この映画って終わってなくて、もうまさにひょっとしたら、もうそのパーティーでを見て完結するっていうか。うん、そうそうそう、うん、長い長い動線ですけれども、<laughs> 映画見て、うん、で、本人降臨して聞くと。うん うん、いやこれがすごい贅沢だと思います。私だってイビサまで行ってんですよ。二十何万かけて。<laughs> そね、彼から来るって超お得ですよ。<laughs> いや、本当そうだよね。うん。そっかそっか。そうだよね。もう行くのもめっちゃ大変だもんね。大変。うん。なるほど。それが日本に来ていただけるということ。でもなんか実際面白いなって思うのは、まあリリーさんが、映画の主役であるリリーさんが、 日本に来ます。実際に DJ をやはり、はいああ、あ、ごめんなさい。間違えた。ジョ,ジョンさんが <laughs> 日本に来ます。はい、で、えっと、リリーさんが、えっと、実際呼んで、プロ、プロモーターとしても、はいろいろ箱の手配とかいろいろやって呼びました。はい、でも、そこでもまだ映画が続いてるわけですよ。<laughs> で、その、ジョンさんもリリーさんも、一つ作品をコントロールできないのは、 各地のお客さんが違うじゃないですか。誰が来るか分からない。そこでお客さんも一緒にその作品を作るみたいな。それでこうなんか最終日迎えて、バあーみたいな。もう、そう、<laughs> 本当ね。うん。だから、なんか究極なパッケージングだなって僕はすごい思っちゃいましたね。<laughs> <laughs> 実際にパーティーやるみたいな。<laughs> うーん。 それはなんか本当 DJ 業界の人間としてもめちゃくちゃ嬉しいしなんか本当になんかか今日お話できてよかったなと思いますそうですね、はい、ジョンさんは DJ としてのなんだフィロソフィーもしっかり持ってる方なんで映画の中でもあのその僕は何千人の前でファンの名前が言えない大勢の前で DJ するよりちゃんと目の前の人がどういう名前で。 でどういう人かっていう分かってるそういう小さいコミュニティで GJ をしていきたいんだって言ってるからそういう本当に彼ね真摯で、うん、人柄が素晴らしいんですよねうんだから世界中からみんなジョンの音楽と彼本人に会いたくてくるっていう、うん、なるほどなるほどじジョンがみ自らそうやって動くって相当レアなんですよねそうですね やっぱりはいタイとかバリにはしょっちゅう DJ しに行ってるんですけど、日本はなかなかないね,、えー、ねえ、リリーさんがここまでやったから呼べたんだよ。<ー>ん <laughs> はいという感じでございまして、えー、もう結構、なんか話が面白すぎて、結構なしゃべっちゃったんですけど。 とりあえず、あの、皆さんね、あの、そういうわけで、えぇ、ー、まあおたれこのブログにも書いてありますし、はい、えこちらのですね、えー、公式ページ、えー、にもいろいろ載ってますが、えー、ぜひですね、このツアーに、えー、皆さんも参加してみてください。そして、えっ、ー、と、代官山ですね、えー、もう一回もう何度でも言いますが、え8月27の土曜日から9月1日の木曜日までですね、 東京の大観山シアターギルドで、えー、リリーさんの映画、太陽と踊らせてが再上映することになりましたので、これも絶対見に行ってください。で、これ見に行った上で、ますあ、いる。あ、いるんだ。いるって。ね、リリ終わった後に舞台トークする日もあって、うん、で、まあ、あのゲストとかもいるんですけど、うん、初日は漫画家さんです。 あ、マンバマン漫,漫画家ですか。初日はヤビキウシジマくんって漫画わかります。はあ、はいはいわかります。そうのマナベ先生がきます。<laughs> あ、そうなんですか。<laughs> あ、仲いいんですか。仲いいんです。あ、なるほど。二日目はホフディランっていうアーティストさんでした。あ、ホフディラン。はい、小宮山さんとか。小宮山さん。方たちとやり。はい。ご存知ですか。もちろん、もちろん。あ、よかったら。はい。あ、会ったことはないですよ。あの、私もいつもいます。うん。あ、そうですか。はい、ということで、リリーさんに会いたい人はですね。あの、会えるかもしれないということなんで、ぜひぜひですね。 はいえー、いうことで、えー、まあ、そんな感じかな、大体。はい、なんかね、うん、最新情報、ホームページが送れることが多いので、うんまあ、最新情報は私のツイッターとか、映画のフェイスブックがあるんで、チェックしてもらったらです。あ、わかりました。じゃあ、それはあの概要欄にあの貼っておきますので、そちらでチェックしていただければと思います。はい、はい、ということでね、あのー、お送りしていきましたが、あのー、とにかくですね、 これあのー、ま、あ一時間半も喋ってるんですけど、もうマジであのー、もうなんか DJ ばかみ,みたいな人がめちゃくちゃ多いんで。はい。<laughs> あのー、全部見てる人も結構いると思うんですけど、あのー、多分一緒の気持ちだと思うんですけど、あのー、なんか DJ、DJ 界を代表してですね、もう本当にあの感謝申し上げます。もうなんかね、えー、そんなね、だってさ、その映画貯金とかもして、もう大事な大事なその貯金を、 もう DJ の関係する映画を作ってもらって、実際、これがギターだったら、もっともっとお金集めとか楽なんです絶対。ピアノとかも。<laughs> 絶対そう。絶対そうなんですうん。で、もうね、そ、そこら辺に関しては、俺もめっちゃ言いたいこといっぱいあるんですけど、とにかく、そんな中でも DJ の素晴らしさっていうのを、もう、ちゃんとフックアップしていただいて、で、実際にそのスペインから、 日本に呼んで、実際パーティーやってみたいな、もうそんなリリーさんですね、もう多分もう、めちゃ、もうファンが激増しますね、多分リリーさんファンが。はい,いう感じなんで、本当に、あのー、皆さんもね、ぜひ、えー、サポートしていただければなと思います。応援お願いします。はい、じゃあ、えーと、最後にですね、えーっと、これから映画を見るかもしれない人、あとツアーに参加するかもしれない人にメッセージを監督、よろしくお願いします。 はい。なんか劇場公開とか映画館もですし、DJ のイベントとかってよくあることじゃないじゃないですか。うん、こういうのってやっぱり永遠じゃないから美しくて、そういう限られた1回とか限られた一夜をやっぱそこで一緒になってみんなで共感する、共有するっていうのはものすごい素敵な体験になると思うんで、うんうん、私の映画は71分っていう短い作品なんですけれども、うん、私、 今見るともう作ったの5年前なんで見返すとあ作ったのとか撮ったのがかやっぱあここもっとこういうつなぎあったんじゃないかなとかやっぱ反省点はあるんですよでもあの時の私には本当に最大限を尽くして作った作品なのでそれを見てほしいしそこまで惚れ込んだジョンさんって人を是非会いに来てほしいです。 ということで、ええー、もう貴重なメッセージいただきました。じゃあもう皆さんね、あの、ぜひチェックしていただければなと。まあ、どうしても見れない、どうしてもいけないっていう人は、せめてジョンさんのサウンドクラウドだけでも聞いてください。はい。あ、はい。あと DVD もあります。え、あるのあります。ある売ってますよ。だって映画で売ってんの売ってんの <laughs> 売ってます。あ、じゃあオタレコで扱うよ。あ,うん、あ、本当ですかうん、扱う、扱う。はい。なんで、えっと、 どうしても見れない人は DVD 買ってください。はい。<れ>いう感じでございまして、はい。なんだ <laughs> しまった。はい。じゃあ、あの、扱いますんで、それちょっと、とズーム切って、あの、普通に、あの、お金の話とかします。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい。ということで、はい。今日は、えー、映画監督のですね、えー、リリーさんにお越しいただきました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございま,したざいまはい。お願いします。き <laughs> また。